皆さんこんにちは、こんばんは。初めましての方は初めまして、ビーズでございます。本日もですね、また、ギルドバトルの方を収録していこうと思います。で、今回のおやつさんは、読み方がちょっとわからないですけど、ヌーブルビーストさんでいいですかね。ヌーブルでいいのかな。ちょっと、ヌーブルでいいのかどうか、ちょっと語学力がなくてわかんないですけど、こちらの方ですね。はい、もう今からワクワクしてますが、はい、よろしくお願いします。ということで早速ですね、1戦目を取っていこうと思います。ですね、ざっと見させていただいたところ、結構もうどちらの方もですね、お強くてですね、誰かが失いそうな感じに、どこに行っても誰かがこっちも手持ちが失いそうな感じなので、ちょっと怖いんですけど、ということでまずはちょっとこちらの方でお願いしようかなと思います。はい。2戦目はすいません、これでいきますね。で、1戦目は、ミハイルがですね、ちょっと落ちてしまうと厳しいんですけども、まずはこれで活かしてください。水風次第かなというところがありますね。はい、よろしくお願いします。まずは水風をですね、やっつけて、ベタの蘇生をですね、止めていきたいなと。いうところですね。縦割りがミハイルに入ってしまうと厳しいんですけど、なるべくそういう展開になってほしくないなというところが願望としてありますね。願望としてあります。はい、ああ、これでもあれか。まだ仙人があれ使ってきてないんで、ちょっと剥がしがあるんで、まだやんな方が良かったかな。そうですね。こっち取っておきましょうか。保存していきましょう。いやー、反撃か。反撃か。反撃だとしても、攻めましょう。あ、やってこないのか。やってこないのはむしろ嫌だな。いや、痛いな、それは。やめてくれよ、もう。いやー、きついぞ、それは。それはきついぞ。やめてくれ。うわ、スタンしないのか、しかも。スタンしないのか、おい。ちょっと待って、大丈夫か、これ。一発入るよな。いや、これはやった。これやりましたね。すいません、これやりました。ちょっとすいません、まだミハイルをしなきゃいけない。まだミハイルを失うわけにいかないです。はい、すいません。こっちをですね、しっかり取っていかないといけないですね。そうしたら、ごまかししないで。よし、OK ですね。ここはごまかしされないうちになんとかですね、倒しちゃいたいですね。頼む。よし、これでいけるかな。よし、OK。ごまかしされませんでしたね。よかった、よかった。あとはなんとかなる。1戦目が本当に、いやー、ひどかったですね。本当にひどい。いやー、ひどいですね。いやー、もう、応援コメントいただいてるんですけど、いただいてましたが、残念ながら、1戦目落としてしまいました。いやー、まずいですね。まずいですね。まあ、ミハイルがギリギリ残ったというか、まあ、逃げたんで残ったっていうのは、ちょっとおかしい言い方ですけど、なんとか知らずに済んだので、まあちょっとそこをね、ポジティブに受け止めて、いきたいなと、考え方をまあポジティブにね、変えていきたいなというところですね。いやー、爆弾も入らないか。はいはいはい。まあまあいいですね。まああとはこれでやっておけば、とりあえず2戦目は取れたので、まあ引き分けですね。引き分けか。よろしくないですね。はい、次は勝っていきたいですね。はい、ありがとうございました。ということで2戦目をですね、気を取り直してやっていこうと思いますね。はい、思います。で、緑ゲージの方からまずは叩きたいなというところで、まあ、こちらの方ですね、ちょっと、特に2戦目がですね、非常に怖くて、1戦目もですね、このグレゴーがですね、結構悪さしてくると、まあ、オリオンもいるんでね、持久戦になってくるとちょっと危なくなってくるので、ちょっと、普段はなるべく避けたいところではあるんですけど、まあ、行かずに、いられないというか、いかないわけにいかないかなというところがありますね。はい、で2戦目もですね、セアラの爆弾がですね、ライカに飛んできてほしいかなと。というのも、その後、羅漢砲が控えているので、一気に持って帰ってしまう可能性があるので、なるべくですね、ここもスタンとかちょっと状況次第逃げるかもわかんないんですけど、なんとかやっていきたいと思います。よろしくお願いします。非常に2戦目もですね、本当に羨ましい防衛ですね。いやー、セアラじゃないや、本当アイリスは本当欲しいですけどね。いやー、本当に。あ、よかった。これはまだいいですね。これはまだいいです。で、縦割りが入るよな。まあ、やばいわ。またミハイルがまたいじめられている。いやー、これちょっときついな。暴走してほしい。よし、来た。暴走来ましたね。音声チート。ザ・音声チート入りました。で、ここは、まあ、こっちいいかな。いや、ダメか。ここで回復層が入っちゃってるみたいですね、これ。あ、そっち来るか。よしよし。これで、よし。オリオンやって。また縦割り入んのか。いや、それは痛いな。縦割りそんな入んないでね、頼むから。痛いぞ。これはでも止めといた方がよかったかな、あいつを。あ、よし。これで、なんとかこうですね。よしよしよし。なんとかなんとか。なんとか悪くないですね、今のところ。でさっきあれが入ってなかったのが痛い。オリオンここ止めていきましょう。うわ、抵抗されるよね。ですよ。あ、反撃かな、これ。いや、グレゴも強いですよね。本当に。あ、まあまあ、そこに縦割り入る分にはまだいいかな。まだいいか。暴走はしないでほしいけどね。縦割りですか、ちょっと縦割り解除されてるじゃないですか。ちょっとお願いしますよ。こっちですね、これは。よし、OK。で、氷を止めましょう。止まんないな。今日はちょっと調子が悪いですね。どうした？やめてくれ。ここはどうしようかな。ここは、まあ、こっちかな。うん。そう、これがあるんでね。ランダムターゲットなんで。よしよし。またミハイルについたのは良くないですけど、まあいいでしょう。まあまだね、まあなんとか、そこまで焦る事態ではまだないかなというところですね。ここはこっちでいいかな。落ちないか。硬いな、やっぱり。いや、もう帰ってくるよな、次これ。帰ってくるよな。これ難しいですが、こっちで行こう。止めておこう。よしよし、OK。よし、これで反撃で、よし、OK ですね。これでしっかり、よし、向こうにして、よし、これなんとか取れましたね。いやー、よかったよかった。よしよし、とりあえずですね。で、こっちが問題ですね。2戦目が問題です、これ。いや、ラッカンが封じられる。あー、セント君に来てほしくない。あ、でもそんな火力高くないな。耐久高いんだろうな、これ。ってことは。よし、耐久は高いんでしょうね。間違いない。セアラも、やっぱセアラ硬いですね。そこそこ硬い。いや、痛い。まあ、ただ、ラッカンはあれを使っているの。うわ、すごいな、これ。すごいな。ちょっとやばいな、これ。あー、やめろー。もう次暴走されたら落ちるぞこれ。セント君が落ちるわけにいかないんだが、ちょっとやめて。あっ、危ねえ危ねえ、怖い怖いよ。ちょっとそれはそれ怖いよ。やめてくれ。ちょっと体力回復すぎでしょ。ちょっとこれ痛いな。いや、落ちる。セント君落ちる。やばい。セント君がもう落ちた。これはまずいな。ちょっとまずいですねこれ。あ、激流じゃないや、正義は打ってないか。あ、崩壊来ない。崩壊も来ないか。いやー、セント君したと痛いですね。おお、すげえ。ダブル反撃だ。ダブル反撃熱い。あ、コスタンかい、スタン。おっ、くそ、こいつら。こいつら調子乗りやがって。やべ。これは無理かな、これは。あー、ライカが後ろエースが落ちました。いやー、これはきつい。これはもう無理ですね。これはすいません、無理でした。いやー、2匹うちのエースがですね、2匹失われましたね。いやー、これは痛いぞ。ありがとうございました。ということでですね、3戦目をやっていきましょう。で、もちろんですね、3戦目の大橋さんは、こちらのトラーさんの方に、やらせていただきますね。はい。もう、前回多分動画上げてると思うんですけど、まあ、その、Dさんと含めてですね、A さんも含めてトラさんもですね、もう自分も本当にこのサマナーズモの実況を撮る前からですね、もちろん大好きな、皆さんもそうだと思うんですけど、実況主の方のね、一人なのでね、本当にありがとうございますと、いつもありがとうございますと、まあ、例によってちょっと今は見えてないんですけども、まあ、それがゆえにそのルーン紹介とかね、もし、動画内されてたとしても自分は知らない状況なので、逆に言えば楽しんでいけるかなというところですね。楽しんでいけるっていうか、まあ、勝たなければいけないんですけど、ということですね。1戦目はこれでいきましょう。ちょっとまあ縦が入れられないので、水パンのですね縦割りが入ってしまった今、まあ、エラドンのところエマでもいいっちゃいいんですが、ただ長期戦になってきた時に、まあ正直ちょっとどうなるかわからないので、ちょっとこれでやっていこうと思いますね。トラクターが落ちる可能性が、高いと思いますので、水パンダがいるんでね。で、2戦目もですね、非常に難しいというか、本当はセント君入れてですね、セント君とライカとラカンの、まあ、こちらの組み合わせにね、したかったんですけど、まあ、さっきの2戦目でことごとくやられてしまったので、ちょっと相性的に良くないんですが、これでいきたいと思いますね。あれ？そう、エラド使えないじゃん、これ。まずいな、これ。エラド使えない忘れてました。やばい。これはまずいぞ。これはまずいですね。うっかり忘れてました。どうしようかな、そうすると。しまったな。ちょっと想定、エラドが2匹いればよかったですけど、まあ、2匹いても片方しか使えないんで意味ないんですけど。あー、そうだよな。そりゃそうなるよね。そうなりますよね、そりゃ。すっかり忘れてましたね。いやー、どうしようかな。そうしたらですよ。そうなってくるとですよ。そうなってくると、もうここにエマを入れていくしかないような気がしますね。そうですね。2戦目もちょっと、エラドを抜いて戦える相手じゃなさそうな気がするので、まあ、誰かしら落ちる、まあ、セーラが、こっちのセーラが落ちるともう勝てなくなってくるので、そう考えた意味でもやっぱりエラドが欲しいので、これでやっていくしかないかなと。ちょっと外でセミが鳴き始めましたね。ちょっと夜なんですけど、深夜なんですけどね、おかしいな。ということで、ちょっとすごい前置きが長くなってしまってるんですけど、ちょっとカットするかもしれませんが。これでやっていくしかないかなというところですね。はい、これでお願いします。いやー、1戦目も2戦目もちょっと不安がすごい残りますね。特に2戦目が特に嫌だし、1戦目も縦割りが入ってくるんでね。今は本当に入れたくなかったな。いやー、そっち来るか。しかも、いやー、痛いな。うわー、すごい理想的な流れじゃないですか、今の。いやー、素晴らしい。いやー、素晴らしいですね。ちょっとどうしようかな、これは。ここはこっちですね。反撃とはついてないような、ちょっと最初に見てなかったですね。石だったかな、もしかして。止めていきましょう。よし、OK。ナイスだ。いや、それは嬉しくないな。あ、もう、それも嬉しくないですね。ちょっとまずいな、これ。いや、まずい。ちょい。いや、これまずいぞ。これ、今落ちるのこれ。いや、これはきついぞ、もう。これはもうきついぞ。いやー、これはまずいですね。ちょっとこれもうきつい。本当にきつい。ものすごいきつい。本当にきついぞ、これ。上段抜きできついですよ、これ。いやー、これはすごい苦しい。もう、これはきついな。まあ、スターしなかったまで。うわ、これはもう無理だろ、これは。ちょっと、これはひどいっていうか、ちょっとエマをね、選出したのは、まあ、そもそもミスだった気がします。もうちょっと、おいそれは多いじゃないですか。ちょっと、これは無理だよ。それは無理だって。いや、そう来ちゃうかい。もうこれ、どうせ復活あるしね。これは無理だよ。それは無理でしょ。それは無理ですよ。いやー、すごい。これは無理ですね。これはトラクター一人でどうにかなる相手ではないですね。いやー、ちょっと2戦目も落としちゃうとまずいな、これ。ちょっと2戦目も本当勝てる見込みというか、勝てる気があんまりしないんですよ、正直。いやー、ちょっとこれまずいね。まずいですよ、これ。よし、そっち来た、OK。よし、中間ほどとこ来るかなと。あ、OK。あ、OK か ?OK じゃないけど、まあ、とりあえずまだいいかなというところですね。で、ここは、ここはまあ、伏せて叩きましょう。で、ここはセオラ回復して、ここは間違いなく取っていきたい。ここは取っていかないとまずい。マジか、それは。それはマジっすか。ちょっとこれ、ちょっと、ですよね。いやー、これは楽観法怖いからな、打てないんだよな。ちょっと、あいつも寝てるしな。しまった、激流だよ。ちょっと激流だった。ちょっと時間戻してくれ。ちょっとまずいぞ、これ。激流だった、これ。激流チャンスを自ら逃してしまいました。いや、これは。うわー、やばい。これは激流チャンスミス逃したな。これまずいな。下手こいたな。ちょっと危ないぞ、これ。やめろよ。やめろ。やめろっていうのに、だからやめてくれって。頼むよ。頼みます。よし、ナイス。ここラカンでもよかったかな、今。いや、そうだよね。そう来るよね。そう来るからな。ラカンでもよかったけど、ここはまあ回復しましょう。ちょっとこれ危ない。ここはよし、OK、こいつ落として。で、ここからまた我慢の試合ですね。我慢のゴルフが始まる。普通に殴るか、ここは。そっちがそっちが来ちゃうとまずいってさ。いや、痛いよ。ちょっとここ復活だ。ここ復活しよう。いやー、ちょっとまずいね、これ。これまずいっすよ。いやー、もうちょっとやめて。やめてくれ。いやー、まずい。ちょっとまずい。これはまずい。中に3匹押さえる、これは。全然あり得るぞ、これ。全然あり得るぞ。ちょっともう、やめてください。本当にやめてください。お願いします。いやー、3ターン持つか、これ、ラド。いやー、持ったとしても爆弾つけらんないからな、これ。爆弾つけらんないから、これきついぞ。いや、まあ、そっち来るんだったらいいな。そっち来るんだったらいいですね。さっきほんと激流逃したの痛すぎる。ビャーすよ、ビャー、本当に。いやー、これはちょっと、もうやめてくれ。エラドが死んだら終わるんでね、ただ言っても。もう本当にすごい。本当にすごい。どうなってるんだ、本当に。勘弁してくれ。よーし、危ない。ちょっと、そっちよかった。よし、レオなら大丈夫。レオはまだいい。ちょっと、ここ怖い、また。いやー、もうやめてくれ。ただ勘弁してください。ハゲねえしよ、しかも。どっち？だよね。ここ激流チャンス。くらい。まずいぞ、これは。これはまずいぞ。これはまずい。本当にまずい。どんどん摩耗してきてる、こっちのパーティーが。いやこれはまずいぞ。ちょっとここ回復だよな。ここ回復ですよね。よし、ハゲ。よし、ハイだけど、これまた出てくるだろう。いやー、ハイだのにさ、俺はハイなんだぞ。ちょっとお願いしますよ。ハイで、クソハガで。怖いんだって、これ。この時間が一番怖い。この我慢のゴルフ怖い。よし、復活。いや、復活して。いやー、ちょっと怖いな、これ。エラード落ちたら終わるぞ、これ。エラード落ちたら剥がせないから終わっちゃいますよね、これ。いやー、ちょっとやっちゃった。これはまずすぎる。これはまずすぎるぞ。これどうなる？ちょっとこれはもう運次第ですね、本当に。もう本当に運次第。ちょっとこれはレオの激流もあるぞ、これ。いやー、もう、これはレオ先生にかかってるぞ、これ。レオ先生にかかってる。これは熱いな。熱い戦いじゃないですか、結構これ。いや、ちょっと勝ちたい。ここは激流打つべきかな。打てくらい。よし、そこそこ減った。いや、ここで、崩壊すんなよ。よし。崩壊すんなよ、崩壊する。これで、待てよ、これで、たまるよね。よし、くれよし、くれわあ、マジかよ、もう。あー、やった。やらかしました。いや、やらかした。いやー、初めてですね。こ収録中に乾杯したの初めてですね。いやー、いやー、修行不足ですね。これは本当にやらかしたな。いやー、本当ありがとうございました。いや、最後はでもね、すごい熱い戦いができたんで、個人的には。いや、本当嬉しかったです。いや、面白かった。まあ、何しろ面白かったんでね、ちょっとギルメンの方には迷惑かけますね。いやー、面白かったです。面白い試合ができたんで、個人的には満足ですね。まあ、次はね、次やるときは、ぜひ、まあ、勝ちに行きたいと思いますんで、それまでは、精進していこうと思いますので、よろしくお願いします。ということですね。いや、やらかしたな、本当に。いや、ありがとうございました。はい。またよろしくお願いします。ありがとうございました。